はい、全然戻ってまいりまして、今回はリスニングです。 Look at the picture march number 3 in your textbook。 ディクテーションって知ってますか？どういう形式だか覚えてますか？英文が書いてあります。違います。はい、どうでしょう。じゃなくて何がいいですか？ハウの意味は、ハウを知らない？いや、あれハウ。そうだよ、始まりました、むちゃちゃんです。さあ、はい、店長戻ってまいりまして、いや、勉強しているということなんですが、トイック500点に向けてということで、前回文法問題やりましたが全然ダメだったんで、はい、単語からまずやり直さないとダメだっていうのを話しました。ターゲットでも中学生スタンだったらベーシックとかその辺からやらないと全然無理なんで、今回リスニングです。あなたが聞こえるはずだった。トイックのリスニング問題はどういう問題とか知ってますか？知らない。いや、画像を見て、画像、写真を見て、動画を見て、はい、当てはまるやつ。当てはまるとは ABCD に当てはまるやつ。当てはまるとは何ですか？一致する。そうですね、写真を描写しているのにっていうの、それがパート1というところです。過去やったわけですけど、その時にここはどうでした？いけた？いや、覚えてない。いけてないと思います。はい、共通テストのリスニングできるって言ってたけど、そういえば実際一文も合ってなかったもんね、確かね。はい、描写全然できない、わからないってことになっちゃいますね、そしたらね。じゃあ4つの音声流れますんで、いいですか、この写真に当てはまるものを選んでください。いきますよ。 Number 3. Look at the picture march number 3 in your textbook. A. A woman is using office equipment. B. A woman is writing on paper. CA woman is lifting a potted plant. D. A woman is opening a window. さあ、どれでしょう。早いってか、間が、本番よりだいぶ間が少なかったですけど。B? B。違います。聞こえたのはありました？音として。ウーマン。ウーマンと？ウィンドウ。ウィンドウ。はい。聞きましょう。Look at the picture march number 3 in your textbook. A. A woman is using office equipment.これは何つってたか、ディクテーションとかやらないといけないですよ、こういうのって。ディクテーション、ディクテーションって知ってますか？知らない。聞いたのを書くんですよね、そういうレベルだと思うんです。今なんて言ってたか分かりました？これ聞きますか。 A woman is using office equipment. はい、 office equipment. A woman is、 その後ろなんて言うんでしょう、まず動詞聞き取れなきゃいけないから、動詞は。すいません。 A woman is using office equipment. 書けますか、まず。A woman。 続き。 A woman。 A woman。 なんたらオフィス。オフィス。クイックメント。クイックメント？クイックルワイパー？違いました。違います。 A woman です。 Using です。 Using。 書いてください。すいません。 U-S-E-I-N-G って。使う？使う、はい、やってますよ。けど、E はいらないですね。うん、using, ing つく場合。A woman using じゃないです。A woman is using です。はい。で、office equipment って言うんですか？知らないですね。だから単語を覚えてないので、はい。それが、オフィス機器を使っています。合ってますか？合ってませんか？合ってます。はい、そうです。だから A が正解です。B。A woman is writing on paper. これを選びました、あなた。A woman is writing on paper を選びました。どういう意味ですか？女性が書く紙に文字を書いたみたいな。書く紙に文字を書いた。そう、紙に。女性が紙に書いた。そう、書いているですね。書いている。何々している。B たす ING って出てきますから。is ing とか。普通だったらもちろん、ing ですけど。Woman is lifting a potted plant. これは難しいかもしれません。lift って何ですか？運ぶ。持ち上げるです。持ち上げる。で、potted plant はちょっと難しいんで。ポテトじゃないです。パレットプラントっていうのは鉢植えですね。これ映ってる。鉢植えを持ち上げている。ストイックに出てくる表現です。D. A woman is opening a window. どういう意味ですか？窓が開いている。窓が開いている。A woman is opening a window ですよ。女性が窓を開けている。そうそうですね。というふうに、まず聞こえるようにならないといけません。で、聞こえるためには表現を覚えることです。圧倒的に。知らない表現は聞こえないので。知っている表現を増やすっていうのが大事です。これがパート1と言われるものです。はい。続いてパート2ですね。どういう形式だか覚えてますか？英文が書いてあるでしたっけ？違います。一切書いてありません。音声のみですね。音声のみ。はい。ある人が最初に何か発言します。で、それに対して
返答を選びます。正しい返答は何でしょうっていうのを選ぶ問題です。いきますよ。A、B、C の3つの中から正しいものを選びます。Number 26. How was the conference? A. Three speakers. B. I need references. C. It was very helpful. はい、どれでしょう。ん？じゃなくて。もう一回いいですか？まあ、トイック一回しか聞けないんです。一回しか聞けません、トイックは。わかってるんですけど。どれですか ?ABC。選ばないといけないから。C?C。なんて言ってたか違う。置くんじゃなくて、だってほら、聞こえないんだから、ちゃんと。なんて言ってたかわかんない。Number 26. How was the conference? How was content? なんて言ってましたか ?How was content? コンテンツ。単語知らないから聞こえないんですよ。How was the conference? Conference, そうですね。会議は How? そう、だから How だからどういう意味 How is... 会議を行うどこに行うが出てきた。会議を How? How の意味は How を知らない？いや、あれ How? いや、How was... Was は Is の過去形、うん、はい。The conference、はい、から会議はい会議はあ、終わった終わったいや、見てないですもう声上げてね、もう毎回音声こう調整してあげるの大変なんだからすいません会議は会議はどうだったですねはい会議はどうでしたっていうのに対して A Three speakers はい、これは Three speakersあ、3人のスピーカーだからスピーカーは話を聞いたスピーカー話す人ですよスピーカーってだから話して3人だったら3人の話してもしくはあのスピーカーですねはいあのスピーカーが3つっていうんですねで B I need references これ難しいね聞こえた部分ありました need はい必要うん主語はあもういいですか何回も聞くような内容ここ。ニードの目的語は難しいと思います。多分もう今のレベルではまだ聞こえない。でも。D. I need references. そうですね。私はグラフィン。何グラフィンって。グリフィンドみたいな。Reference ですね。推薦状ってやつです。だからこれはもう聞こえないと無理。知らないと無理なんて。しょうがないです。知らないから表現。C. It was very helpful. Very の前に何て言いましょうそうですね。だから、弱く読まれるものって聞こえないんですよ。英語できる人たちだったらきっと、何こんな簡単なのも聞こえないのって思ってるかもしれないけど、弱音って聞こえないんですよ。やっぱ、できない人には。わかりました？最初、初いや、でも、はい。何回も聞きたがる。なんて、したか。C. It was very helpful. ん？後ろも聞こえてない。very しか聞こえてないじゃん。困るよ。very の後ろは ?very の前は it was.いいですかそうだから、it, was なんて発音されないので、代名詞はよく生まれるし、B 動詞はよく生まれるから、it was very, あ、違うわ。very のスペルを間違えたってことこれは何を書いてるこれは、あの、need を間違えて書いちゃった。very? なんて言ってました ?helpful って言ってました。helpful? はい。helpful。意味は helpful。助け。助け。help, 助ける。え？そうですよ。helpful は役立つですね。だからそれはとっても役立ったよって言ってます。だから C が正解です。conference 会議はとっても役立ったよっていうふうに言ってるわけですね。だからやっぱ単語知らないと聞こえないし、弱音は聞こえない。めちゃくちゃな発音で覚えちゃってるから、helpful じゃないと聞こえないわけですね。helpful になると聞こえない。っていうので、ここを強制していかないといけない。で一番はまずちゃんと表現知ること。知らない表現聞こえないんで知ってる表現を知ること。で、あとはこの速度に全くついていけてないから、弱音だったりとかですね。簡単な単語でも正しい発音を覚えてないと聞こえないんで、そこの訓練をしていかなきゃいけません。なんでそういう時にまずはディクテーションとかやっていかないといけないんで、そういうのができるようになって初めてトイックに挑戦できるってものなんで、今戦っても500点なんて到底取れないからトイックのですね。なんで、ここからきちんとまずはレベルを上げていかなきゃいけません。一つ言えることはもう圧倒的にまず単語力が足らなすぎる。
中学レベルの単語が入ってないので、そこをまず入れないといけません、はい、英検3級を多分受けて合格しないぐらいのレベルだと思うから、なんでそのぐらいからちゃんとやり直さないと、 TOEIC ってだって英検2級のレベルがないとそもそも何言ってか全然わかんないし全然読めないっていう感じなんで、はい、そもそもだって高校生向けに作られたものではないので、英検2級っていうのは高校までのレベルなんで、それ以上のレベルじゃないと TOEIC って戦えない。でも多くの人はそのレベルがない中で TOEIC 受けちゃってるから全然手も足も出ないっていうことが起こってます。ということです。という現実を受け入れてください。まずは簡単な単語帳をやることだと思います。その上でこれとか、あとは基礎的なドリルとかがまあ多分向いているかなと思うんで、そういうのをやって聞こえる表現とかも増やして、1回目のトイック戦ってボコボコに打ちのめされるっていうことだと思います、はい、私としては英検3級早く SCBT で受けたらっていうのがぶっちゃけ思う。3級準2級ぐらいまで今年中に取れるようにする、そうするのが一番現実的じゃない。英語をやるんだったら短大英語専攻なんですから、それぐらいはなきゃね。英検にしたら職務だしね、うん、あ、うん、はい、なんでまあまあまあその辺が私がやってみて思ったことでした。どうですか目標変更。いやだから多分何もできないよ、と別に受けてもいいと思うけど、成功体験積むためにも英検準2級とか目標にして、まず3級受けて、はい、3級の過去問とかやってもいいかもしれない。ということでございました。ありがとうございました。ディープウォッチング。